素敵な街ですね。こんなに大きなギャラリーもあるし、ビュッフェも豪華だ。イベントの良し悪しは食べ物でわかる。キャビアだけはお断りですけど。今日は君の晴れ舞台だ。出品者として堂々と好きに振る舞えばいい。業界の人にもなるべく多く話しかけてチャンスを生かすんだ。まだ私は大人の集まりに混じった小さな子供の気分です。この一週間で君も子供ではなくなった。今や一写真家として称えられる立派な大人だよ。だからこそそれ相応の行動が求められる。私などトップに立つことを目指して若い頃から進んで前に出たものだ。周りには嫌われたがね。キャビアが嫌いなら私が食べてやるから、君は来場者と話してきなさい。ほら怖がっていないで、また後で話そう。情けないな。これまでいろいろあって少しは度胸ついたと思ったのに。でもまさか本当に成功するなんてびっくり。あの暗室からこのギャラリーに飛んできた。これでいくつ目の別次元だろう。変な人生を送ってるな。私の名前だ。他の入賞者もたくさん、いや他のアーティストかな。ギャラリーの人に自分の作品のことを話せるなんて思ってもみなかった。あら、マックス・コールフィールドさん、あなたの日常ヒーロー素晴らしいですね。コンテストの中でも特に際立ってますよ。会場のザイトガイストギャラリーはサンフランシスコでもかなり歴史があるみたい。ここのアートも見に行けたらいいな。これは募金せざるを得ないよね。ダニー・リーの記事だ。ベイエリアのアートはかっこいいな。同じベイでも大違い。謎のままの方がいいものもあるよね。潜水艦の中で暮らすのってどんな気分かな。閉所恐怖症になりそう。どうせ報道すらされないんだろうな。クロエが好きそうなデザイン。私もパンク系になれるかな。着ていく服がないよ。楽しそう。ウォーレンもきっと行きたがるだろうな。本当はマーク・ジェファソンが来るはずだったんだろう。らしいね。ショックだよな、彼の写真持ってるのに。取っておいて、そのうちすごい値がつくわ。この度はおめでとうございます。写真雑誌アイリスインのものですが、今度出す期待の新人特集にぜひあなたもと思いまして、後ほど詳細を送ります。いや、素晴らしい作品でございました。好みじゃないけど手法としてはありかな。やだ、私偉そうに。コメントを読めるっていいな。意地悪なのもあるけど。うん、この構図はとある天才写真家を思い出すね。あなたブラックウェルの生徒？本当は私も行きたかったんだ。
授業は面白そうだし、たくさん学べていいな。なんか変なの。こんなの部屋に飾りたい。いつかね。すごい。これ一つ作るのにどれだけ時間かかったんだろう。この写真を見てごらん。奥行き、色彩、ボケみ。中盤カメラにライカの 35mm レンズを使ったものだ。写真の見方を知っていれば、そういった背景、物語が必ず伝わってくるんだよ。へえ、あなたがそんなに詳しいとはしなかったわ。若い頃は熱心に写真を勉強したものだが、君には言わなかったかな。実際才能もあったんだが、仕事のために諦めてね。ここは実に面白い。写真に詳しい僕と来れて、君もラッキーだ。ちょっとパパ、何言ってんの？使い捨てカメラって書いてあるんですけど。いやー、つまりライカの使い捨てなんだよ。子供が親に口出しするんじゃない。はいはい。アートってよくわかんない。これまでの日常ヒーローコンテストでも今回は最高だ。どの写真も時間というものをよく捉えている。実に素晴らしい。この頃を思いながら一生刑務所で暮らすんだ。いい君。シンプルだけど心に残る写真だな。インスタントカメラって時を超えた懐かしさがあるのよね。アーティストは？高校生？コンテストの作品みたい。へえ、いいな。ずいぶん大人びてる。あれ？もしかしてセルフポートレートの子？ああ、自撮りっていうのかな。被写体よりフォーカスを向けること自体主題にするとは。感心したよ。美味しくなさそうな高級料理にも慣れなきゃいけないのかな。ギャラリーがよくこんな一等地借りれるな。私アート大好き。あなたがブラックウェルの日常ヒーローね。デトロイト美術学校のものなんだけど、来春の入学についてぜひお話しさせていただけないかしら。ウェルズ校長にはまだ内緒よ。はあ、悲しくなってくる。高校この手の展示はいつも眠くなるんだが、今回は抽象的なものではなく明確な内容でよかった。今年のサイトガイストは面白い企画が多いな。日常ヒーローの写真は買えるのかな。すまない、君の名前は覚えてないが、パンフレットで作品を見て素晴らしいと思ったよ。個性的。値段いいよね。露出もダメ。インスタントカメラが欲しくなる。すいません、あなたの写真に感激したって一言伝えたくて。他のどの写真よりうちに秘めたパワーを感じたんです。今後にも期待してますね。私本当にサンフランシスコにいるんだ。人の死を何度も見た後で頭がついてこないよ。クロエが今ここにいたらいいのに。クロエがいなかったらジェファソンとも戦えなかった。写真に自信を持ってって言ってくれたのもクロエ。レイチェルやケイトのことを思えば写真を出すなんて大したことなかったな。この力はまだ謎だけど、やっと正しい使い方ができたのかもしれない。
礼。君がマックス・コールフィールド。ああ、ええ。はい。僕はバークレー新聞で記事を書いてるダニー・リー。君の作品すごく良かったよ。皮肉的自撮りっていうのは今やありきたりだけど、君の作品には時間を超えた何かを感じるんだ。よかったら話を聞かせてもらえないかな。これ僕の名刺。じゃあまた後ほど。どうも。ウェルズ校長が来てくれてよかった。事件の後じゃ参加を辞退してもおかしくなかったのに。写真家として有名になった気分はどうかな？いや、そんな有名だなんて。千里の道も一歩からだ。私はアーティストではないが、君への称賛の声を聞いて学校としても誇らしいよ。学校で起きたことを考えるとなんだか実感がなくて。こんな時だからこそ祝うんだ。それに引け目を感じるというか。引け目を感じるのは私で十分だよ。ケイト・マーシュの件はもっと積極的に対処すべきだったんだ。自分の力でよく乗り越えてくれた。姉さんのことももっと早く気づいていれば。ジェファソンは全てを巧妙に隠していました。みんな騙されたんです。その代表が私だ。知名度だけであんな男を雇うとは。それにジェファソンの評判は特に良かった。彼にあれほどの問題があるとは。警察が暗室で発見した写真には言葉もない。被害者に申し訳ないよ。ええ、でも今は姉さんと一緒に刑務所の中です。ああ、そして捜査はショーン・プレスコットの過去の不正にまで及んでいる。力と金が物を言うのもここまでだ。だが皮肉なことにショーンもジェファソンの悪事は一切知らなかったらしい。奴を教師に招いたのもショーンだった。これは天罰なんじゃないかって思うんです、プレスコット家への。私も因果応報を信じていてね。これで全てが収まったと願いたいが。また一からやり直しましょう、校長先生。さっきも言ったが、君はもう私と対等の大人だ。レイと呼んでくれて構わない。さて、ビュッフェの用意ができたようだ。また後で。アートってよくわかんない。今や誰でも写真家ね。あら、ヒーローのご登場ね。どうも。嬉しい。今日だけは自分をアーティストって誇っていいかな。大丈夫です。飛行機で時差ボケかな。音消してた、バカ。お願い、電話に出て。マックスが、大変だよ。マックスが見た竜巻、本当に来てる。え、そんな。クロエ、今どこなの？聞こえる？もしもし？もしもし？どうしよう、竜巻が本当に。そこまで直せなかったんだ。クロエが死んじゃう。町もきっとめちゃくちゃ。絶対に止める方法がある、絶対。いくらなら出す？